はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便の椎根翔です。今こちらの動画でですね、私の自己紹介というテーマで皆様にシリーズをお送りしております。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということで、前回百貨店法が変わったというお話をしました。で、その百貨店法が変わったことによって毎週休みの定休日がなくなって、月1になりましたね。で、それによって何が良かったかというと、売り上げが良くなるんですよね。なので、会社の方から、毎月、目標売上というのがですね、必ず来るんですけども、それがですね、非常に実は達成しやすくなったということで、何ヶ月連続ですね、ちょっと忘れちゃいましたけども、結構連続で売上目標を達成した記憶がございます。で、当時私2番手だったんで、いくらだったかな、調理長が3万だか1万、あれちょっと記憶定かじゃないですけど、調理長がまあ1万もらえます。で、2番目に私補佐だったんで、補佐も確か5000か1万円だったという記憶があるんですけども、売上達成すると、目標達成賞として、あれですね、大入り袋でこうお金が入ったのをもらえますということで、そんなこともありました。この続きはまた次回ということでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。